さて、おまけバージョンです。パート4ですね。まあ、カズチューブの真骨頂とも言うべき、おまけ付録のバージョンです。最後までいつもお付き合いくださいましてありがとうございます。もうね、4本40分ぐらい喋ってるってことになるもんね。まあ、チャプターごとに分けながらという感じで、CM を挟みながらという感じで聞いてください。これをいっぺんに上げるとなると、もうアップするのにもうすごい時間かかっちゃうんでね、ちょっとずつ小出しにやってますけどもね。まあ、この何付録バージョン、エキストライニングが一番このカズチューブらしいって言えば、まあ、僕が好きなこと喋ってるんで、ののさんはね、正しい日本語講座の続編ありがとうございます。そんな大層なことじゃないんだけどもね、英語の同族目的語について違和感はありませんでしたが、日本語になると重複言語として正しいとは言えないことになるんですね。言語学というのは学問として奥が深そうですねって。まあ学問として成り立ってるんだから奥が深いんだよね、きっとね。谷健さんも日本語講座ありがとうございます。別に僕は日本語講座してるつもりはないんだけれども、細かい品詞とか活用を考えるとやっぱり日本語の方が難しいのかなと思う今日この頃です。まあ日本語が難しいです。まあ敬語があったりさ、まあいろんな活用があったりとかって言うんだけれども、まあ我々がこう習った文法っていうのは、これ文法の話をこれカズラジで昔したよね、確か。僕は何喋ったかよく忘れてるんですが、言葉っていうのは文法にのっとって僕らは使ってるんじゃないんだよね。僕らが使ってる言葉に対して規則性を、まあ、つけて、そこに当てはめるある規則性を見つけて、それを、まあ、体系化するというのが文法なんだ。後付けなんだよね。だから文法にのっとって喋る、それは文法上間違いだよとよく言われるけども、実は間違いとは僕は言えないと思うんだよね。言葉じゃなくて文法ということね。だから例えば、もうら抜き言葉ってあるじゃない。もう食べれる、見れるね、寝れる、みんな本当正確にその文法的に当てはめると、食べられる、見られる、寝られるっていうことになる。ら抜き言葉が今も流行ってます。でもそれがおそらく、時代がこう下っていけばそれがもう当たり前の言葉になっていくんだろうなと思うんだけども、本来ある言葉に対して規則性をつけているのが文法なの。だからそれは文法上間違ってるよという言い方はひょっとしたら今はそう言えるかもしれないけど、時代がこの後下っていけばひょっとしたらそれは合ってる、文法的に合ってるってことになるのかもしれませんね。で、まあ、僕らが学校で中学あるいは、高校で習った文法というのは、橋本文法、橋本新吉先生が、唱えた、体系立てた、一つの文法で、四大文法ってあるんだよ。で、僕ら日本語学科っていうのでいろんな文法を勉強させられましたけども、山田文法とかね、松下文法とか時枝文法とかで、それに我々がよく使うこの橋本文法っていうこの4つの文法、四大文法ってある。で、僕らが習うのはこの橋本新吉先生の、まあ、文法というのが、一つベースになったものを学校で教えてもらってるということなんでね。まあ、なんでこんな話になったの、これカズラジで昔こんな話したのかもしれませんね。柔らかい話に戻しますというか変えます。月のワウシさんです。私は去年までラジコプレミアムに加入していて、ラジコプレミアムね、関西の朝の MBS ラジオを聞きながら通勤しておりました。埼玉だもんね、月の回しさんはね。以前紹介されていた鈴木杏樹さんや畑美智子さんの5分番組も聞いておりました。小さな車、大きな未来、鈴木の提供でお送りします。いってらっしゃいっていうやつね全部言うなよっていう感じですが、今はリモートワークもあり通勤が減りお金をケチって、いやもう当然ですよ、やめてしまいましたが、今日の話を聞いて久々にラジコプレミアム加入してみようかなと思いました。
そうか。でも関東のね、文化放送とか、LF 日本放送とか TBS ラジオとか、いいじゃないですかね。それからですね、美貌録さんです。大前さん、おはようございます。付録バージョンありがとうございます。佐川急便時代、あ、美貌録さん昔佐川急便で働いてらっしゃったのね。今は、証券系ですが、佐川急便時代、ありがとう浜村淳です、ね、さて皆さんっていうやつですね。ありがとう浜村淳ですっていうやつです。ありがとう浜村淳です。ごめんやす、バンバフミオです。横山ホットブラザーズのしゃべって当てましょう、ありましたね。アコーディオンで曲を弾いて何の曲か当てるというやつね。しゃべって当てましょう、フジパンがお送りします。さ、フジパン何十金ももらえるんだよね、あれね。ああ、思い出した思い出した、あったあった。午前中はこのラインナップを聞きながらトラックを運転していました。いいなあ。しゃべって当てましょうは、が終わる頃ちょうどお昼ご飯です。そうなんだよ。ごめんやすばんばふみおが10時から11時45分ぐらいまである。でそこからしゃべって当てましょうがあって、でニュースかなんかがあって、お昼からはそれゆけありましたね。それゆけ、あの坂東英二さんとか上岡龍太郎さんがやってらっしゃった時もありました。僕は上岡さんの時が大好きでね、当時の上岡さんのキャッチフレーズ、ご自身で紹介する時、あの自己紹介する時に、芸は一流、人気は二流、ギャラは三流、恵まれない天才、上岡龍太郎です、私が上岡龍太郎です、そういうふうに言ってましたよ。芸は一流、人気は二流、ギャラは三流、恵まれない天才、私が上岡龍太郎です。あの僕のしゃべりの中での心の師匠は上岡龍太郎さんですから心の中の師匠ね、あの大好きでした。それゆきありましたね。坂東さんもやってらっしゃいました。夕方は諸口彰さんのイブニングレーダーありましたね。諸口彰のイブニングレーダーっていうのは、うずまさんの、時代劇の俳優さんだよね、確か諸口さんってね。新選組を語らしたら熱いおじさんでしたね。イブニングレーダーが終わってからは週刊の本番の時間、気が急いて、ラジオなんか聞いてる暇はありませんでした、ということで。いや僕もずっとこの時代は毎日放送ラジオは MBS ラジオずっとつけてましたからね、毎日聞いてましたね。ありがとうございます。ヤマッチョさん、付録バージョンありがとうございます。付録というにはもったいない高尚な内容でした。高尚か、まるで科学と学習のような付録の豪華さです。学研さんだよね。科学と学習両方ありましたが、どっちの付録が好きでしたか。僕は科学の付録が大好きでした。なんか万華鏡、鏡を覗いていろんな模様に変わる、模様が変わる万華鏡なんか好きだったな、懐かしい付録、それを僕は目指してますね。ありがとうございます。ひで99さんです。 NPB のユニフォームの話、無償で提供する分グッズ等の販売権利をすべてもらうという話を聞いたことがありますが、間違っていたらすいません。まあ、間違ってはいないでしょうけども、契約にはいろんな契約があります。そんな単純なものではない、いろんな細かい契約があって、そういう契約もあったのかもしれませんがね、そういうことですね。チッチさんです。大前さん、コメント読んでいただきありがとうございます。こうして自分が書いたコメントが読まれるって嬉しいですね。そう、ありがとうございます。コメント読まれたカズチューブは間違いなく高評価ボタンを押してます。押してくださいよ、今日もね。ということは読まれないときは押してないんだ。寂しいな。コメント読まれたリスナーさんたちも同じ気持ちなのかな、ということで、これからもマイペースで参加させていただきます。ありがとうございました。マイペースでついてきてください。ちゃんかがさんです。私はエアコンの修理をやっています。いろんな皆さんのお仕事が分かってくるね。主に売る皿のメーカーの修理をしているのですが、マナー講習会というのがあって、大阪本社の講師の方に間違えた日本語について厳しくご指摘いただきました、ご指導いただきました。ですが染みついた癖はなかなか直せないものですね、ということですね。意識をしないとなかなか治りませんわね。意識の問題です。
というわけで今日も、カズチューブの、付録おまけバージョンでございましたが、いろんな話をしますけどもね、久々にこの FBS ラジオの80年代かな90年代かなの頃の80年代だね、朝から夕方までのラジオ番組を、ずらっと紹介しましたが、懐かしいなと思って、ビーボロックさんありがとうございました。今日は桑名に出張に行かれていると、セクシャルバイオレットナンバーワンに行ってこいと言われて桑名ねえ、すごい上司だねと思うわけであります、というわけで、今日も大した話はしていませんが、今日はお前はナレーションの録音に行ってきたというところで、今日は勉強になったということですね。いろんなところでいろんなお仕事をさせてもらいますが、そういった意味では、いつもと違う現場で、仕事をするというのは緊張感があっていいね。いつも同じ職場だとやっぱりどうしても緊張感なくなる。だから京セラでさ、実況中継する時でもいつもの放送席じゃない放送席で、やることがたまにあるの。あの時はね、やっぱりちょっと緊張するもん。同じ京セラでオリックスの試合をしゃべるにしても放送席が変わるだけで、おなんか違うなっていう感じはありますもんね。だからクライマックスのファイナルの、ステージの時に、時はね、いつもと違う放送席、いつもは、テレビ放送席2というところでやるんだけども、あの時はテレビ放送席1でやったのよ。全然違うよ、なんか感じが。だから1はたまに使うのね。鷹の祭典の時も1を使うかな、京セラでやる時も。で、メディア、放送席というもうちょっとちっちゃな放送席があって、そこで、ラジオリをやります。これもこれでまた楽しいし、来年もラジオリはあるんだろうか、やりたいなとは思ってます。ホットファクトリーさんがついてきてくれるかどうかという問題もあるんだけど、あれはあれでまた楽しい試みなんでね、またやりたいなと思っておりますが、そんな感じで、今日はギターの演奏もなかったんですが、奥田さんがねギターの話をしてくれたんで、そんな話をまたやりたいなと思っております。今回も付録バージョン、最後までお付き合いありがとうございました。また。